さんこんにちは、トリッピーです。ということで今回はタイトルにもある通りオリパを開封していきたいと思いますと購入してきました。秋葉原のいつも通りチェルモさんでございますと。今回はね、あれなんだよね、俺そんなにオリパでお金使うタイプじゃないんですけれども、繁盛さんっていうちょっとやからと一緒にね買い物に行ったんで、いつもよりもちょっと値段の高いオリパを購入してしまいました。これは値札がついてない方は、これちょっとね、別の安い、ちょっとこれはちょっと安いオリパなんで、これはまた、別動画、多分明後日ぐらいに上げる動画でこっちの方の詳細とかも言いたいと思いますが、とりあえず見てください、こちらでございます。タタン、1回1500円オリパを、10パックも購入してしまいました。15,000円分。ちなみに当たり枠はSR 以上が確定で入っておりまして、今回の当たり枠がカプテネフの HR でもって雷エネルギー、これウルトラレアですね。でルチア、シロナ、グズマ、あーマジでルチアとか欲しい、デンジ、エネルギー付け替えにカプコケゴ HR、 ゼラオラ HR、 めちゃくちゃなんかピカゼクとかのデッキに入ってるカード、目白押し、雷強化の感じの当たり枠の一覧になってますね。それが入っているという感じになりますと、まあ僕もね、ピカツクデッキについてはね、しっかりとね組んでいてね、まあビビたるもんですけれどもね、ちょっとずつねレアリティとかもこだわっていこうかなって思いながらもね、全くなんで、まだこれを今からレアリティが上がるカードがきっとこの中に入っているに違いない。っていうか、なんだこれ、スリーブ後ろ、お、なんかあれだな。それでは早速やっていきたいと思います。はい、ということで1パック目から見ていきましょう。1500円だからな、ちょっと俺にはお高すぎるものを買ってしまった。さあ、何枚入りだ、あ、ノーマルか、3枚入りで、なるほどね、真ん中かな、多分コクーン、あ、なるほどね、コクーンが1枚入っておりまして、じゃちょっと一番上も多分ノーマルだと思う。そうだね、道連れ鉢の、スピアが入ってました。じゃあこれか、これが当たりでありますと。じゃあ開いてこうして戻してから見ましょうか。スリーブには入れとこう。はい、それでは SR 以上確定1枚目見ていきたいと思います。お願いだ、来てくれ、ガー、グソクムシャあ、でもかっこいい、初めて手に入るカードだからね、これはすごいいいですね。一度だけ、グソクムシャについては、僕ジラーチグソクムシャってデッキをね、ライバルさんのお宅にね、遊びに行った時に持ってってね、対戦動画上げてるんでね、もし気になった方見てください。じゃあ次ですね、2パック目だ。なるほどな、まあ1500円で具足か、どうなんだろう、ちょっとあれだな、外れ枠になるとそんなになんかがっつりみたいな感じじゃないのかな。マイナ、おお、なるほど、さっきこれあれだからね、コクーンとスピアが来て、草タイプの具足武者が当たったんで、もしかしたら、そういう、なんていうのかな、雷タイプのカードが当たる可能性は十分にある。はい。おー、草か。そんなこと言ってたら、草なんですよね。はい。じゃあ行きましょう。繁盛さんと久しぶりに秋葉原の方に買い物に行ったんですけど、やっぱあの人はあれだな、なかなかにあれだけは、じゃあ俺も買うわって同じやつを買ったんですけど、カプテネフ HR がね、多分ここら辺に入ってるよってお店の人が言ってくれたんで、そこを二人で買ったんですよ。きっと入っている。テネフ！あ！待って、厳しくない？これ。山男。山男。いや、まあ、でも山男、普通に。うん、なるほど。まあ、なるほどな、なるほどな。はくはくはく。山男も、まあでも、可愛いよ。山男だって。見方を変えたら可愛いよ。なんか一部には熱狂的なファンいそうな感じするし。はい、じゃあ次、ニドリーノ、お、超タイプが、今度は来ました。この、ノーマルカードを触っている間に、あれだな。あ、やば、あ、待って、ウルトラレアだった。ウルトラレアだった。ウルトラレアだった。こっちか。こっち、たまたま。ノーマルカードを触ってる間に、ピントを合わせる術を身につけたいから、ちょっとこれだけ、画角から外します、ノーマルカードは。すいません。画角の中にね、他のカードがあったらそっちにピン立っちゃうんで。じゃあ行きます、ウルトラレアあった、なに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 、何だっけ、ウルトラレアで当たり役なかったっけ、行きます。あー、エレキチャージャーか、エレキチャージャーです。あー、エレキパワーの方が良かったな。
エレキパワーだったらめっちゃ喜んでいたんだが、チャージャーか。チャージャーね。チャージャーあんま使わないよね。まあまあでも持ってない。持ってないカードなんで。持ってないカードなんで。なんだかんだでやっぱさ、1ボックス買ったら1枚、もしくはまあ2枚運が良かったら出るかもしんないけど、それぐらいしか出ないレアリティのカードが毎回当たるっていうのはもうめちゃくちゃ嬉しいことだぞ。はい、じゃあまずノーマル。はい。あ、踊り鳥。踊り鳥さん。これ最近さ、俺ね、このビリビリボンボン、これアンノーンダメージ、逆になんか最近タックポケモンとかでヒットポイントめちゃくちゃ高いあのカード多くなったじゃないですか。だからこれで毎ターン30ダメージ自分のポケモンにどん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 やってってアンノーンダメージで勝つっていうデッキちょっと考えたんだけどまあ今の環境タックチームにダメージ与え続けてたらグズまで引っ張り出されてやられるよなって思って結局やめちゃいました。まあでもネタデッキっていうか面白構築としてね、あのそういうのを考えてるのありですね。待ってね、どっちだったっけ。そんなおしゃべりをしていたら分かんなくなっちゃったけど、これがノーマルかな。はい。で隠れ音が来ましたと。はい、じゃあ次でございます。さあお願いだ、来てくれよ。いきます。あー、このままだ、まずい。お、ジャッジマン、トゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥン。まあ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 、まあ、ジャッジマンやっと1000円超えたか。ちょうど1000円ぐらいじゃない。ちょうど1000円ぐらいで買えるぐらいのカードですね。いや、これはでもジャッジマンは使えたら嬉しいな。ジャッジマンは嬉しいぞ。ジャッジマン嬉しいけど元は取っていないぞ。だいたい外れ枠がこれぐらいかなって思ったら、それよりもねちょっとだけ気持ちね下なのが入ってたんで、それ厳しいですね。まあでもその分当たり枠が来た時がおっきいんだきっと。そうにちげえねえ、そうに、そうにちげえねえ。はい、火炎獅子。はい、じゃあ行きます。よっしゃ、手が震えるぜ、手が震えるぜ。行きます、お願いだ。いいの来てくれ。ツボ、ツボ、周りのツボで2個以下のポケモンからのダメージ受けないんで、エネルギーがねめちゃくちゃね、あの少ないやつとか、まあグランブルであるとか、なんだろうな、まあまあいろいろあるよね。雷タイプだとか1エネ、サンダーとかが1エネとかで打てるんで、そういうポケモンとかだったらね、ゾロアークからもね受けないですね、2個玉なんで。まあでも結局ね、あと1個エネルギーをつけられたらね受けちゃうんで、結局テンポロスにしかならないみたいな感じ。火の嵐と、はいはいはい、せーの、はい、アローラニアス。まあノーマルについてはね軽く流していく感じでしょ。はい、ツボツボさんがこっちにいたらピントがこっちに合ってしまうから、ちょっと遠くの方にいてください。はい、これで、5枚折り返しだ、やっと。いきます、それではいきましょう。ピントを合わせて、いや、せーの、はい。うわー、ゼルネアス。あのかっこいいし、なんか値札のせいであれだな、ちょっとあれここら辺が絵が全部見えないのか、あれ残念だな。駆け抜けろ。うん、なるほどなるほど。まあ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 、こんなもんでしょう。まあこんなもんでしょう。さあ次です、見ていくぜ。大丈夫、ピジョン。あ、ピジョン、ピジョンはでもいいですね。ピジョンはエアメールのピジョンはいいですね。はい、で持って上が、はい、お、目のクラゲさんが入ってます。はい、じゃあ次です。待って待って待って、これやばいか、もしかして結構爆死してない、結構爆死してない。いきます、もうちょっとなんか、はっ、おー、よし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 、ブルーの探査が当たった。え、これめっちゃいいのでは。しかも当たり枠なかったよ。え、いいの、いいの、ありがとうありがとう。え、これは勝った、これは勝った。これいくらぐらいだ、4000円ぐらいするんじゃない。このカードは自分の場に特性を持つポケモンがいるならば使えないと。フルメタルオールのトップレアのカードですね。嬉しい、初めてだ。これはめちゃくちゃに嬉しいな、ブルーの探索。ありがとう。しかもなんか新潟 CL 杯とかでもさ、あれだよね、あのなんだかんだでブルーの探索使ってる方、配信卓とかの試合はほぼ全部見たんですけど、結構多かったんですよね。やっぱなんか、特性持ちのカードがデッキに入ってるやつでもブルーの探索入れてる人とかも多かったんで、あのやっぱね、あれはね強いんだ、うん、好きなカード2枚持ってくれる、これるのは強い。まあ大悟の決断はターン終わっちゃうんで、だからそういう意味ではね、あれだよね、あの今後も活躍するって意味で、多分ね供給がフルメタルオール多いから値段もね落ち着いてるけど、これね強さ的にはめちゃくちゃいいと思う。嬉しいね。
じゃあ次です。はい、なんかめちゃくちゃ興奮して喋っちゃった。ガルーラ、はい、からのよいしょ、お、デルビール、デルビールさんが来ました。はい、でもって、おお、まあまあでもいいよ、当たり枠書いてないやつでもこんなレアリティのやつが出てくれるって言われたら嬉しいよ。いきます、せーの、はい、うえぇゼロオロの HR 当たった。え、マジで2回連続2回連続待って、勝ちなのでは、勝ちなのではこれ。え、美しい、みんな見て、美しいよこれ。え、めっちゃ嬉しい。俺ゼロオロダブルレアしか持ってなかったんですよ。 HR のゼロオロ、しかもこれはちゃんと多分これが3500円ぐらいかな。こっちの方はあれですね、なんていうのかな、当たり枠にありましたね。当たり枠にあった、しっかりと当たり枠を、結構量あったのに当たり枠をしっかりと抜いていく。これは嬉しい。強くない、強くない。 1,2,3,4,5,6,7,8,000、 あー違うか、1,2,3,4,5,6,7、 1万円ぐらいで、全然余裕で元取ってる、元取ってるって、やべえ、俺オリパで久しぶりかもしんねえ、元取ったの。毎回爆死してるからさ。カモネギ、いや嬉しいぞこれは、これめっちゃ嬉しいぞ。テンション上がらないわけがないんだが、どうしよう、俺これでもう1個ぐらい、つかもう来なくても満足だけど、もう1個ぐらい来てしまったら俺もうマジでガチ当たりなのが、あと2枚ですね、あと2枚、SR が手に入ります。いきます、せーの、はっ、うわー、ザオボー、値段で隠れて名前が見えないけど、ザオボーです。まあザオボーは、でももういいよ、あの2枚が出ていたら、こんなんでも持ってない SR が当たるだけでもう幸せが深い幸せが深い。さあそして見ましょう、最後、お、それのはずだ、あ、ジャッジメンからのニャース。はい、じゃあ最後ですね、これが、いやー、ゼラオラとブルーは熱い、いまだに興奮が、いや1万5000だもんな。いきます、せーの、これが最後になります、こい、おお、カヒーリー、おお、いやでもこれもいいんじゃない、初です。やっぱ1500円かけたらサポートの SR 当たりますな、当たりますな。まあ、使いどころあんまないかもしれないけど、持ってない SR ってことで全然個人的にはめちゃくちゃありですね。はい、ということで1回整理しましょう。はい、ということで今回の開封結果ですと、1回1500円のオリパ10回分の結果になりますと、1万5000円分ですね、グソクムシャ GX、山男、エレキチャージャー、ザオボーにジャッジマン、ゼルネアス、ブルーの探索、ゼラオロの HR で、カヒリにツボツボ GX と、正直言ったらね、めちゃくちゃ大満足の結果でございますと。もうね、最近ね、オリパ買ってね、7割か6割ぐらい回収できたら十分だったんだけど、これほぼ10割回収できてるんじゃないかな。っていうか、むしろ、下手したらプラスになってるか、ちょっとわかんないけど、編集とかで多分値段とか出してるんで、まあそこで、リスナーさんはわかると思いますけど。いやー、これはでも正直ね、ここら辺が当たってくれたのは、嬉しい嬉しいな、これは。はい、まだまだね、ちょっとね、繁盛さんに乗せられてね、この日はね、俺3万円分ぐらいお金を使ったんで、あとカードラッシュさんのリパーが1万円分と、チェルモの続きですね。これはね、200円オリパーで安いんだけど、まあ、これもね、次の動画で、やりたいと思いますんで、まあ、もしよかったらチャンネル登録等々してくれていたら嬉しいです。ここまで動画見てくれてありがとうございました。また明日のトリピーでお会いしましょう。じゃーん。